犬が飼い主に似る説には科学的根拠があった。飼い主さんと散歩する犬の姿を見て、あの犬飼い主さんにそっくりなんて感じたことはないですか？私はかなりの割合で似てると感じている一人です。実は飼い主さんと愛犬が似るのは科学的な根拠があるそうです。関西学院大学の中島教授らの研究で行った実験では、犬と人間の顔写真を見るだけで高確率で犬と飼い主のペアを言い当てることができたそうです。その科学的な根拠とは単純接触効果の作用だと言われています。この単純接触効果とは、繰り返し接すると好意度や印象が高まるという効果だそうです。これは自身が一番接触しているのは家族などが多く、家族は血縁関係にあるのですから当然顔も似ているわけですね。それでペットを選ぶときにこの単純接触効果が作用し、自分に似た外観のペットを飼い始めるということです。また似ていると感じるところが、おしゃれなワンちゃん、おっとりしたワンちゃんなど性格的なところ、毛の質、顔の作りや症状など外観的なところなどありますが、一番似ている部位が目とも言われています。それを証明するのが次の実験結果です。先ほどの犬と人間の顔写真はペアを見極める実験で、犬または飼い主の目を隠した写真と目だけを見せた写真ではペアを見つける確率が前者では 50% 前後で、後者が 70% 以上の正解率とのことでした。まとめとして、犬が飼い主に似るの本当の理由は次のようになります。飼い主が単純接触効果により自分に似たペットを選んでいる。最も選ぶときにポイントとなっているのが目であるということでした。皆さんどうでしょう？納得できましたか？こちらの動画いいと思った方は高評価、またよろしければチャンネル登録もお願いします。ではご視聴ありがとうございました。